ナンバーアンダーライン愛初のフルアルバム No.I. リリース決定9月23日に向けて期待高まるナンバーアンダーライン愛の初アルバム No.I. 予約開始ファン必見の特典情報を総まとめ初めてのアルバムというのはアーティストにとって一つの大きな節目でありファンにとってもまた新たな体験となる特別な瞬間ですナンバーアンダーライン愛が9月23日にリリースする初のフルアルバム No.1 は、その期待を裏切らない素晴らしい内容となっています。ジャケットデザインや新しいアーティスト写真が公開され、そのビジュアルだけでもすでに多くのファンの心をつかんでいます。デビュー曲、Go! ト平野翔プロデュースの、ボン・神宮寺裕太プロデュースのアルバムリードトラック、INZM ・ IN 稲妻など、各メンバーのソロ曲も含めて多彩な楽曲が収録されています。初回生産限り定番には13曲、 通常版には14曲が収められており、3形態でのリリースが予定されています。このアルバムのジャケットデザインは、白と黒の衣装が印象的で、ファンの間でも非常に好評です。特に、ブラウン管テレビのメーカーがナンバーアンダーラインアイになっているという細部までこだわったデザインには、多くのファンが驚きと喜びを感じています。また、ソロ曲が収録されているという情報もあり、 各メンバーの個性がより一層際立つ作品になっていることが期待されます。9月23日のリリースに向けて、多くのファンがすでにアルバムを予約し、楽しみに待っています。この写真を見るだけで感動と興奮が伝わってきます。ソロ曲やリード曲がどのような仕上がりになっているのか、早く聞きたいという声が多く上がっています。予約も済ませ、あとは家に届くのを待つだけというファンも多く、ワクワクが止まりません。 このアルバムに対する期待は、日本国内だけでなく海外のファンからも寄せられています。特に、韓国系のアーティストが世界中で成功を収めていることから、n o ーアンダーライン愛のアルバムもアメリカやヨーロッパ、南米などで売れるのではないかという期待があります。海外での発売に関しての詳細はまだ明らかにされていませんが、もし実現すれば、さらなるグローバルな成功が期待されます。初回生産限り定番には、 BIC やボンのビハインド・ザ・シーンズが収録されているという情報もあり、ファンにとってはたまらない特典となっています。INZM も非常にかっこいい曲で、もし噂が本当なら世界中から注目される一曲になることでしょう。イナズ・マッチは INZM のミュージックビデオが公開されると同時にティーザーが出て、速攻でソールドアウトになる予感もあります。さらに、 ハワイで撮影された写真も同時に購入したいというファンの声も多く、再販を期待している人もいます。すでに予約しているにもかかわらず、そのビジュアルに惹かれてもう一度注文してしまいそうになるほどです。ソロ曲に対する期待も高く、新曲を楽しみにするファンの興奮が伝わってきます。このアルバムのリリースに向けて、ナンバーアンダーライン愛が次にどのような魅力を見せてくれるのか、本当にワクワクしています。 ファンとして、推しのアーティストが新たな挑戦を続け、期待を超える作品を提供してくれることは何よりの喜びです。彼らの成長を見守り、応援し続けることができることに感謝しています。ナンバーアンダーラインアイのアルバム、ノーアイは、単なる音楽作品にとどまらず、彼らのこれまでの歩みや未来へのビジョンが詰まった一つの物語です。このアルバムがどのようにして作り上げられたのか、 そしてその背景にあるストーリーを知ることでより深く彼らの音楽を楽しむことができるでしょう例えばゴートというデビュー曲は彼らの音楽活動のスタートを象徴する楽曲ですこの曲の制作過程や背後にあるメッセージを知ることで彼らのデビューに対する情熱や決意を感じることができますまたボンウェア inzm といったプロデュース楽曲も それぞれのプロデューサーの個性やスタイルが反映されており、異なる魅力を持っています。これらの楽曲を通じて、彼らの音楽性や表現力の幅広さを体感することができます。さらに、各メンバーのソロ曲は、彼らの個々の魅力を引き出すために制作されたものであり、それぞれのパーソナリティや感性が色濃く表現されています。ソロ曲を聴くことで、彼らの内面や個人的なストーリーに触れることができ、 より親近感を感をじることがでできるでしょうこのアルバムのリリースが間近に迫る中で、ファンとしてはさまざまな期待や興奮が交錯しています。しかし、それ以上に大切なのは、彼らの音楽を心から楽しみ、支えることです。ナンンバーアンダーアダライン愛がどのような未来を描き、どのように成長していくのか、その過程を見守りながら応援していきたいと思います。ノーアイというアルバムは、 彼らのの新たな挑戦の一歩であり、ファンにとってもまた新たな音楽体験となる特別な作品です。このアルバムを通じて、彼らの音楽の魅力を再発見し、彼らの成長を感じることができるでしょう。そして、彼らの音楽がより多くの人々に届き、愛されることを願っています。このアルバムがリリースされることで、ナンバーアンダーライン愛の音楽がさらに多くの人々に広まり、 彼らのファンベースが世界中に拡大ししてていいくことを期待しています彼らの音楽が持つメッセージや感動が多くの人々の心に響き渡ることでしょう。そして彼らの音楽活動がますます充実し、さらなる成功を収めることを願っています。ナンバーアンダーラインアイのアルバム「ノーアイは彼らの音楽活動の集大成であり、新たなスタートでもあります。このアルバムを通じて、 彼らの音楽の魅力を存分に楽しみ、彼らの未来に期待を寄せていきましょう。彼らの音楽が持つ力を信じ、応援し続けることで、彼らの成長を見守り、共に歩んでいくことができるでしょう。最後に、このアルバムに込められたメッセージやストーリーを深く理解し、彼らの音楽を心から楽しむことができるよう、皆さんもぜひ、ノーアイを手に取って、その魅力を体感してみてください。そして、 彼らの音楽が持つ力を信じ、彼らの未来に期待を寄せながら、共に音楽の旅を楽しんでいきましょう。このアルバムのリリースに向けて、ファンが期待しているのはもちろんのこと、n o 愛自身も新たな挑戦に対する意気込みを強く持っています。デビューアルバムとしての No.I は、彼らの音楽活動の基盤を築く重要な作品であり、これからの彼らの方向性を示すものでもあります。 アルバムに収録されている楽曲一つ一つに込められた思いが、ファンにどのように伝わり、どのような反響を呼ぶのか、彼ら自身も大いに楽しみにしていることでしょう。例えば、INZM ・稲妻は、神宮寺雄太がプロデュースを手掛けたリードトラックであり、そのタイトルからもわかるように、強烈なインパクトを与える楽曲です。この曲が持つエネルギーやダイナミズムは、 彼らのパフォーマンスの中でもひときわ輝きを放つことでしょう。また、ボン n は平野翔がプロデュースを担当しており、彼の独自の視点とセンスが反映された楽曲となっています。このように、各メンバーがプロデュースに携わることで、アルバム全体の多様性と深みが増しています。さらに、各メンバーのソロ曲に関しても、それぞれの個性が際立つ内容となっており、ファンにとっては非常に楽しみなポイントです。 例えば、あるメンバーのソロ曲が彼の内面を深く掘り下げた感傷的なバラードであれば、また別のメンバーのソロ曲はエネルギッシュでダンサブルなナンバーかもしれません。このように、1枚のアルバムでさまざまな音楽的スタイルを楽しめることは、ファンにとって大きな魅力となっています。また、このアルバムがリリースされることで、ナンバーアンダーライン愛の音楽がどのように評価されるのかという点も注目されています。 日本国内だけでなく、海外の音楽シーンでもどのような反応があるのか、非常に興味深いところです。特に、韓国やアメリカ、ヨーロッパといった音楽市場での反響が期待されており、彼らの音楽がどのように受け入れられるのかを見守りたいと思います。さらに、このアルバムのプロモーション活動やミュージックビデオの公開も、ファンにとって大きな楽しみの一つです。特に、 INZM のミュージックビデオは、そのビジュアルや演出に対する期待が高まっており、どのような映像作品が公開されるのか、非常に興味深いところです。ミュージックビデオを通じて、彼らの音楽がより多くの人々に届き、感動を与えることができるでしょう。また、このアルバムのリリースに伴い、さまざまなメディアでの露出も増えることが予想されます。テレビ番組やラジオ、雑誌インタビューなどを通じて、 彼らの音楽に対する情熱やアルバム制作の裏話を知ることができるでしょう。これにより、ファンは彼らの音楽をより深く理解し、共感を持つことができるはずです。このように、NO-I というアルバムは、No.1 にとっても、ファンにとっても特別な意味を持つ作品です。彼らの音楽が持つ力を信じ、応援し続けることで、彼らの成長を見守り、共に歩んでいくことができるでしょう。 ファンとしては、彼らの音楽が持つメッセージや感動を多くの人々に伝えるために、できる限りのサポートをしていきたいと考えています。最後に、このアルバムのリリースを機に、ナンバーアンダーライン愛の音楽がより多くの人々に広まり、彼らのファンベースが世界中に拡大していくことを願っています。彼らの音楽が持つメッセージや感動が、多くの人々の心に響き渡ることでしょう。そして、 彼らの音楽活動がますます充実し、さらなる成功を収めることを期待しています。これからのナンバーアンダーライン愛の音楽活動に注目し、彼らの成長を見守りながら、共に音楽の旅を楽しんでいきましょう。彼らの音楽が持つ力を信じ、彼らの未来に期待を寄せながら、共に歩んでいくことができるでしょう。